はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず塔の攻略ですね。まあこれでいけるのかっていう心配はあるけど、まあとりあえず行くだけ行ってみましょう。ちょっと遠回りしちゃった。下から行けばよかった。あ、戦闘音楽そろそろ変えてもいいかなと思うんですけど、これ後ろに攻撃するとダメージ下がるとかあるかな。なさそうだな。これ攻撃いけんな、多分8 あんまり時短と変わんねえし、攻撃力毒消しそう。コンフィグで変えられんのかな。変えられなそうだな。まあ、とりあえずまあ今回もこれでいくか。そうするとまあ音楽を変えられるっていうのはかなりいいですよね。戦闘のちょっと右から行ってみよう。種類がすごいいっぱいあるからな。出た、こいつ強いんだよ。眠りにらみ、あぶね。8。これ倒せんな。そうそう、攻撃で OKOK。 3人でかかれば怖くないと。 OKOK、 よしよしよし。もう1上がってくれると多分ね、すごい助かるんだよね。うわ、魔導士が出てきた。魔法使いか。こいつはちょっと、ファイヤーを使っていこう。12。なるほど、眠らせてくる敵多いな。ファイヤー、ちちちち、12か。ファイヤーだと眠りが覚めないからきついな。ヒットポイント30を切ってきたら回復させよう。早めの回復。フェニックスの音が多分ないからな。今持ってないっしょ、そんなの。死んだらかなりきつい。これ行き止まり、もしや。一応こっちに上がる階段があるけど、宝箱ルートはどっちなんだ。敵の数も多いな。18。オッケー、強い。ファイヤー、あちゃ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 。で、魔導士は何が効くんだろうな。結局一発で倒せないから、それだったらこれでいいでしょう。うっ、倒せなかった。読み間違えた。ビビをちょっと回復させるか。主人公のマジックパー20。ホエミ4使うの。3じゃないのかよ。4はね、厳しいわ。マジか。なんかあそこ宝箱ありそうな気もするけど。どうなんだ。うわ、このパターンか。眠りに波、あぶね。寝るな。よしよしよし。おお、2人で倒した。ファイヤーも強いよな。時短も減ってきた。うおー、やばい。14って、次14が出たら死ぬし。あー、レベル5に上がった。よしよしよし。キアリーヒットポイントがめっちゃ上がるなこれもう70だし。こういう意味1回ずつかけるか。そうするとこれであと9ってこと、あと2回。あ、宝箱あるな。どうしよう、一回落ちよう。で、宝箱はやっぱり欲しいんで、こっちだったか、宝箱ルートは。宝箱取ったらこれ一回根に戻るっていうのもありだな。ファイヤー、うわ、ビビだよな。ビビのヒットポイントがすげえ低い。ライホーやってくれる分には助かるな。今のところダメージ食らうより全然軽傷で済むからな、トータル的に見ると。あ、これでやっぱり宝箱だ。お、小さなメダル取りに来てよかった。おお、宝箱の番人が出た。しかもこいつらかよ。いてー。 OKOK。主人公のレベルが上がってるから
とりあえず一発で倒せるような、一発っていうか二発で倒せるようになったら、サンダーどう ?19。サンダーに弱いんだか強いんだかわからない。16、いいね。よし、時短もレベル上がった。オーケーオーケー、だいぶビビも上がった。ラリフ覚えた。よし、これちょっと一回寝よう。羽帽子。これ羽帽子は、ビビだな。ビビに装備させて、こいつのヒットポイントの減りを少しでも抑える。で、ジタンなんか装備したっけ頭。あ、川の帽子は装備してんのか。盾とか、ビビ装備できんのかな。なかったよね、何にも。あ、ないね。一回ここまで来たから寝に帰るか。レベル5にも上がったし。万全の状態で挑もう。ここで役立つな。ファイヤーが。魔導士発生。オーケー。2。お金も結構貯まりそうだな、この塔をクリアする頃には。さてさて、まあ、20円かかるけど、この商売ボロ儲けだな。でもさえずりの蜜が手に入らなくなったら、ここの宿屋潰れるんじゃないか。っていうか、なんでこいつここで商売やろうっていう気に起こしたんだろう。記録で3番目にしようと。コンフィグで多分変えられるのかな。戦闘音楽、あ、変えられますね。どうしようかな。これ、音楽聞けんのかな。聞けない。とりあえず聞いてみるしかないな。何がいいかな。クロノトリガーにしよう。FF とかにしろよって感じだけど。メニュー。バトルスピード。バトルスピード、早いにしよう。何これ、カーソル記憶。ドラクエ FF なし。シフトキー、防御、入れ替え。入れ替えって何？連射対策、オフ。連射対策はオンにしよう。なんかピピってなっちゃうんですよね、どうしても。これでちょっとやってみますか。ちなみに、クノートリガーもかなり好きでしたね。いきなり雰囲気変わったな。戦闘が早く終わると。盛り上がる前に肩がついてしまう。ただここら辺のやつらは一筋縄ではいかないからな。5。見てて、おお、ミス。よしよしよし。全然雰囲気違うな。戦闘音楽が変わるだけで。クリアする頃には多分レベル6に上がってそうだな。まあ、それが適正レベルなのかなんだかわかんないけど、ゴーストはもう炎に弱いっていうことが分かったんで、ファイヤーを使っていきましょう。24超強い。さてさて、どんどん上に上がっていきましょう。あれ、どっちだっけ。またゴースト3人組だ。どんだけゴーストがいるんだ、この塔には。メンツ的にはどうなんだろうな。時間なんかちょっと微妙に弱いよな。攻撃が弱い。で、ビビは多分魔法使いだから、ちょっと入れときたいよな、最初。お、やった旅人、お、すげえ。なんでゴーストが旅人の服なんて持ってんだ。あいつ顔しかなかっただろう。服着れないからいらねえみたいな。このパターン強いよな。エアロ、マジかよ。眠りに闇。危ね危ね。眠らされるとかなりきついんで。ファイヤー。おぉ。殴って一発で倒せないよね。やっぱりな。殴って倒せるか、これで。
士宝を攻撃中。100円、この100円は誰が置いてったんだろうな。へそくりなのかな、誰かの。おお、眠りにらみ回避できるようになったな。なんかあんのかな。これで倒せるか。オーケーオーケー、おお、だいぶ楽になった。目薬、これアイテムってどんだけ持ってんだろう。アイテムがいっぱいですとかなりそうな気もするけど、いつかこれね、ちょっと慎重にいかないと落ちるからな。あー出た、ウォーター系。こいつ倒すのに結構苦労するんだよな。魔導士の杖はこっち。いてててて、おビビでも2しか食らない、でかいぞこれは。こいつぶん殴って大丈夫でしょ。よーし、ちょっと一歩ずつ進めていこう。ほいほいほいっと。ああ何にもない、騙された。ここは短いフロアだったな。あ着いた。あキャー人間よみたいなこと絶対言ってくるよキャーあなたたち人間ね、リース帰るわよ。はいお姉様。あいけない、薬落としちゃった。いいわよそんなの、さあ早く。ルーラ使ってるよ。行っちゃった。あれなんだろう、何か落としていったみたい。なんでさそんなのさ持ち歩いてんの。よーし、さえずりの道手に入れた。リレミトないよなこれ歩いて帰んないといけないんだよね。リレミトを覚えればだいぶ楽になるんだけどな、帰り道が。これ落ちよおお早い早い、取り逃しはないっすよね。1階の敵は多分弱いんだよ、あんま変わんない。1ターンで倒せんな。これで、ファイヤー使えば終わりと。おおレベル6、マヒャド斬り、いきなりマヒャド斬り火炎斬りとか全く使ってないんだけど、一回使ってみよっか。おお時短でも消費3、マジックパーカー、マヒャド斬りくらえ。まあ普通に属性の剣なんだろうな。さてじゃあこのさえずりの蜜を持ち帰って女王様に飲ませますか。3人パーティーになるとやっぱだいぶ楽だな。もうウェアラットも一発で倒せねえおい勘弁してくださいよジタン君。13で死ななくて14で倒したってことは13か、ヒットポイントは。さてさて、宝庇は何をもらえるんでしょうかね。これ正面からいけないんだよね何なのこれ。あ宝物庫か、これ多分言ってた、なんか誰かが宝物庫みたいなのがあるみたいなこと言ってなかったっけ。気のせいかな、こいつだっけ。全然違うし、ザンデの話だった。これなんでこんな複雑な形にしたんだ。ここでもう王の間でいいじゃん。さてさてさて、持ち帰りましたよ。飲ませますか。はい。声が出るわ。よかったね。ごめんなさいジタン、迷惑をかけてしまったね。なんとか喋れるようになったようだな、よかった。そういえばジタン、そちらの方は一体。あ、この方はミカミックス、さえずりの塔を登るときに手伝ってくれたんだ。まあそれではあなたたちにもご迷惑をおかけしましたわね。ありがとうミカミックスさん、私からも何かお礼をしなければなりませんわ。それなんだけどさ、ミカミックスは魔の島に渡るために魔の島って何初めて出てきたんだけど単語的にこの城にある太陽の石が必要らしいんだ。そうだっけそんな話だったっけ。まあそれではあなたがラダトムの勇者なのですね。太陽の石はかつて勇者ロトによってアレクサンドリア王家に預けられた宝物です。勇者ロトの子孫であるあなたが持つべきものでしょう。さあ受け取ってください。
どうかザンデを倒すために役立ててください。なんと太陽の石を手に入れた。借りができちまったな、ミカミックス。礼と言ってはなんだが、これからは俺も手伝ってやるよ。本気なの、ジタン。相手はあの魔王ザンデなのよ。分かってるさ。だからこそザンデを今のままにしておくわけにはいかないだろ。そうね、分かりました。でもお願いだから必ず帰ってきてね。ビビ、お前はどうする？僕も一緒に行く。自分の力を少しでもみんなの役に立てたいんだ。じゃあ決まりだ。改めてよろしくな、ミカミックス。それとこれを渡しとくよ。盗賊の鍵といって、ちょっとした扉なら開けてられてしまう優れものなんだぜ。なんと盗賊の鍵を手に入れた。やった、早いな。なんかくれるんじゃないの？ああ、なんだか今は喉の調子がすごくいいみたいです。これもさえずりの蜜の効果でしょうね。皆さんがアレフガルドに平和をもたらす日を望んでいます。あ、ここアレフガルドなんだ。どうかご無事で。そうか、褒美は太陽の石か。なんか装備品とかお金とか期待してたのにな。すげえがっかりだわ。イベントアイテムほどがっかりするもんはないよな、褒美と聞いて。まあ、あと盗賊の鍵が手に入ったんで、ライアンのいるところ開けられるんじゃないか、これで。ちょっとライアン仲間にしたいからな。屈強な戦士。ちょっとクロノトリガーの戦闘音楽なんか盛り上がりに欠けるんで、どうしようかな。ロマサガ1にしよう。適当に。早かったな、クロノトリガー。よし、じゃあちょっとラダトームには徒歩で戻んないといけないのかな。キメラの翼は常に1個持っとこう。あ、キメラの翼を買えばいいんだ。いくらするっけ。キメラの翼売ってるとこ、あ、どうやか、ちょ、ギルバート話してこう。ギルバート仲間になんないのかな。そうすればちょうど4人パーティーになるのに。でもライアンがいるからいいか。驚いたな、まさかさえずりの蜜を取ってくるなんて。君は勇敢なんだね。それに比べて僕はなんて弱虫なんだろう。ザンデの手の者によって愛する人を失って以来、僕はここで歌って気を紛らわすだけの毎日だった。なんだか君には大切なことを教わった気がするよ。そうだ、僕も君たちと共に戦わせてくれないだろうか。もし来い。ありがとう。僕には戦う力はないかもしれないが、歌で君たちを応援することならできると思うんだ。マジか。やっぱギルバードって弱いキャラなのかな。ギルバート見てみましょう。銀融詩人。一応レベルは4だな。隠れる。やっぱりあるんだ。歌う。敵全体を睡眠状態にする。どうなんだろうな。装備品。ダガー、旅人の服、羽帽子と。大したものはなさそうだな。とりあえず、キメラの翼を買ってラダトームに行きますか。キメラの翼いくらだっけな。25円。2つ買っとくか。11個、危ねえ危ねえ。で、これで50円消耗したか。こっからもう使えるかな、キメラの翼。あ、使えますね。ラダトーム。で、街に行って、ライアンのところ。これはいけるっしょ。私はライアン。ラダトーム城からロトの勇者が旅立たれたと聞き、お探ししているのだ。お探ししているってか、お前引きこもってただろ。何、もしやそなたが勇者だと言われるのか。はい。嘘をついているようには見えないが、今一つ確信が持てぬ。何かロトの勇者であることを示す証でも見せていただければ納得できるのだが。みんな証を求めてくるな。そんなの持ってないよ。ラダトーム城、あそこの壺が開けられそうだな。なんとフェニックスのを入手した。やったー。あのフェニックスの大事に隠されてたな。こっちは多分無理だろうな。魔法の鍵っぽいよな。どうだ、扉には鍵がかかってる。持ってる鍵で開けられなかった。そりゃそうだよな。ちょっと魔法の鍵を手に入れたらまた来ますか。よし、ちょっと一回セーブをして、というところで、じゃあ今回ギルバートを仲間になったところで終了して、次回また先へ進んでいきたいと思います。